体系、直谷安政4年5月27日は、江戸時代後期の投稿で、水心子、正秀の門弟。その技量は死である正秀をしのぐと言われ、源の清まろらと共に、さらさら陶器の江戸三作と呼ばれる。出羽国出身。父は、出羽国の刀鍛冶であり、安光作、出羽国獣、安光などと切る。作風は、備前伝に似るため、 美州オサフネヤスミツの末場とも言われるが、おサフネヤスミツ時代室町時代、A6 頃までの代で途切れており、後代が、では国に移り住んだとの記録もないため真相は、定かではない。直オタネ俗名正寺美表へは、ヤスミツの次男で最初父の下で作刀を学び、二十代半ばで、江戸に出て、正秀の門弟となり発明を、次郎ヤスミツを名乗った。しかし、その技量が、 あまりにも類いまれであったため、正秀の門弟となって間もなく直種、直おと改め死亡を体系とした、そのため初期名の作は非常に少ないと言われる。安政4年5月27日没、79歳。江戸三作と呼ばれるほど巧妙な投稿であるが、1853年の松代藩改め史では、その作刀の脆弱さがあらわになり、 源の清島の兄の山浦正雄の作刀の強人さが証明された逸話が有名である。受領名は、筑前大将、美之助である。名は、次郎康光、直種、出羽国住人、宗除直種、宗除美表栄体系、直種、造体系、直種、体系直種作り、宗除筑前大将富士、直種、宗除美之助、藤原直種顔などを切る。 独立した後は、多くの著名な投稿を排出した。中でも、水心子、正秀の養子である、直勝に娘を嫁がせており、直種の初期名、二郎、を与え、上佐二郎直勝その後、正次二郎太郎直勝を名乗っている。また、二代直勝ははじめ直吉を名乗り、後に、正次渡る角直勝の名を切っている。他に、直種の皇帝には、 吉種俗名本城亀之助、細田平次郎直光らがいる。ありがとうございます。